しゃべくりまつしろ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。1月9日月曜日、第63回しゃべくりまつしろの時間がやってまいりました。昨日はですね、まつしろ町の成人式で170名の成人が、まつしろ文化ホールにて、式を行いました。まあ、東京より起床して、式に参加した人から聞いたお話ですけれども、まつしろに着いた時にですね、感じたことは、まつしろが穏やかで、気持ちが落ち着いて心が和む地域だというようなことをおっしゃってました。そんな松代でですね、本日はこの1年かけて育て上げたグループをご紹介いたします。本日のゲストとしてですね、NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会の、事務局長の加山敦美さんをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。加山さん、よろしくお願いします。で、あとその隣にいらっしゃるのはですね、現在長野市博物館で学芸員をされている原田和彦さんです。よろしくお願いいたします。まあ、この博物市の博物館ですけど、場所をよろしかったらまたちょっと説明していただければと思いますが、はい、皆さんご存知だと思うんですが、川中島の古戦場にいます。はい、八幡原というところですね。あ、はいはい、新月景色の旧茶だと、はい、いうところ、はい、多分皆さんお越しいただいていると思いますけどそのところで仕事してます。はい、ありがとうございます。それではですね、この原田さんも松代に、いた時にですね、真田宝物館に、おられまして、松代に重要な提言をされた方なんで、今日はこれからお話をいろいろ進めていきたいというふうに思っています。まずはじめにですね、 NPO 法人夢空間の、加山さんの方から一応お話を伺いたいと思いますが、はい、じゃあ私の方からですね、松代の町づくりの歩みというようなことで、原田さんが平成8年に松代の宝物館にやってらっしゃるんですけど、いらっしゃったんですけども、まあ、その間のですね、動きなどをまずお伝えして、それから原田さんのお話をお伺いできればいいかなというふうに思います。はい、まずですね、もう40数年前になるんですけども、松代で群発地震がありましたね。はいはい、ありました。でこれがですね、昭和40年ですかね、40年にあったかと思うんですけども、例えばこの文部学校なんかですね、はいはい、瓦を全部外したんですね。でそんなようなことで大変校舎もプレハブ校舎が建ったとかですね、いうふうなことでも松代も大変な時代があったかと思うんですけども、そういった年の次の年にですね、松代は長野市に合併するんですね。はいはい、長野市に合併したのが昭和41年ですね。で41年に合併して、それから10年間っていうのはですね、やはり地震の影響もあったりとかしたと思うんですけども、大変松代がこの落ち込んだっていうんでしょうかね。で合併してその特色を生かせないで長野市の中に埋没した時代じゃなかったかなっていうふうに思いますね。なるほどね。でやっぱり昭和50年代くらいに入ってきますとですね、なんとかこの松代を元気にしなきゃいけないということでですね、はいはい、商工会議所が中心になって、この長野っていうより松代インターを、ね、誘致しようということで、誘致合戦をするんですね。規制同盟会を作りまして、なんとか松代の世界につながる、全国につながる玄関口を作ろうじゃないかという動きがですね、功を奏しまして、昭和58年にはセンターの杭打ちが始まってですね、でいよいよそのインターチェンジが現実的、現実になってきたということなんですけども、その間行政はですね、この歴史的な、伝統環境のですね、保存のための調査をするんです。はい、でこの調査は東京大学の、当時の大学院生だった西村幸雄先生、現在教授でいらっしゃいますけどね、はい、この方を中心にしながらですね、大谷幸雄先生という方ですけども、にメインになっていただいて調査をすると、
というふうにするとですね、非常にこれが伝統的な環境でですね、あの大事なもんだということ で、 ですね、こういった銀色の冊子にまとまりました。すごいですね。でこれは私どもあの真っ白のあの町づくりのバイブルだというふうに思ってるんですけども、まあ、この中にですね、はい、真っ白の素晴らしさっていうのが凝縮されています。伝統市真っ白というようなことでですね、調査した結果が載ってるわけですけども、まあ、こういったあの行政側における調査並びに保存というような対策がなされまして、その次の年にはですね、昭和58年には長野市伝統環境保存条例というのが制定されまして、真っ白地区の武家屋敷ゾーン3町がですね、保存地区に指定されて、いろんな整備がなされていくというような状況が生まれてきます。なるほど、ね。で、その後もいろんな調査もなされましてですね、町並みづくりとかですね、文化財保存とかいったものが行われてくるわけですけども、まあ、もう一方あの商業の近代化というような形の中で町屋とかそういったところもですね、はい、なんとかしようということで、ね、うん、商業近代化の策定などの報告書なども出てきますね。でいよいよですね、平成になりまして高速道路のインターチェンジが平成5年にですね、開通するということで、まあ、この辺からですね、まあ、いろんな形の町の町づくりが動き始めたということだと思います。はい。で、その間ですね、あの会員賞を中心にして、やはり平成6年に地域資源活用再生計画という時もやはり真っ白にはたくさんの資源があるんでそれを生かした街づくりしようじゃないかということで、まあ、300万プロジェクトということでですね、うん、まあ、300万人の観光客を呼んでこようというような壮大なプロジェクトが、はい、あの立ち上がりまして、その中にあの食とかですね、そして花とか景観とか文化とかこういったものを生かしたまちづくりをしようという提言がなされます。なるほどな。でこの辺はあの今のまちづくりに非常に通じてるんですけども、で会議所はですねそれを受けて、特別委員会を設けてですね具体的な動きをしていくんですね。で、例えばどんな動きがなったかっていうと、町おこし会社みたいなのを作ってですね、お休み所を作ったりとかしました。でそれからいろんなですね取り組みの中で、平成10年にはですね、ちょっと飛びますけども町並み景観賞といったようなですね取り組みも行うようになった、まあ、そういった動きがですね具体的に地元から起こってくる中に、ちょうど沢田宝物館原田さんがですね、宝物館にやってくるといったような動きにつながってくるんですね。はい。まあ、これ夢空間もこれでもう10年、はい、過ぎているっていう形ですね。はい、そうですね。はい。でそう、あのだから、やっぱり真田宝物館の動き、原さんの動きというものがですね、その後文化財ボランティアなどが動きとして出てくるんで、はい、その辺をちょっとまた原さんにお聞きしてください。わかりました。はい。はい、じゃああれですね、原田さん、まあ、あの10年前っていうかに、まあ、戻ったっていう形でちょっと考えていただいてですね、まあ、お話聞きたいんですけども、あの、まあ、松代のその真田宝物館に着任した時の当時の松代の状況っていうのはいかがでしたですかね。そうですね、私あの初任一番最初長野市博物館に入りまして、ね、はいはい、で採用から8年目にこちら来たんですよね。ええええ、まあ、私自身としては、まあ、まだ向こうでも仕事したかったんで、はい、でやっぱり、まあ、事例ですからね、うん、こちらへ来て、まあ、こちらでもやらなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっとこちら松代で感じたことってやっぱり皆さん謙虚、謙虚っていうのはいろんな意味がありますけれども要するに地元を非常に自分たちで褒めないで、ちょっともったいないなと。なるほど。で宝物館もそうでしたね。あの宝物館の資料というのは今すごく素晴らしいということを全国にもう知ってるわけですね。研究者みんな知っててもういっぱい来るわけですけども、当時行ってみたら、あ、ここのは戸様大名のだからとか言われるんですけどね、やっぱりそういうなんすか、ね、ことを感じて、やっぱりこれやっぱり、ね、あのしっかりと、見てもらったりすれば、あるいは調べてもらったりすれば、いろんなことがですね分かってきて、でその良さって分かってくるんだろうなと思いましたけどね。なるほどですね。でもあれですかね、これから真っ白のことを自分でやるって言って考えたときに
どういうふうにやるかとか、やっぱり希望みたいなものってのはその当時あったですか？私あの博物館では人に育てられた人間ですから、ええ、自分で何か、ね、一人やろうというつもりはなかったんですね。ちょっと実は後で出てくるようなボランティアとか、はい、そういった話とつながるんですけど、ね、あ、なるほど。私自身がやはり博物館でいろんな先輩方にいろんなことを教わって、はい、ええ、あ、なるほど。友達の見方とかですね、うん、そういう場が欲しいなと思いました。来てみたら本当にあの観光客の方が、ね、うん、あの工房を巻いてお酒飲んで見えてるっていうような状況だったんで、地元の方が見えない、ぜひとも来てほしいって、そういう思いはありました。あ、なるほどですね、あとまあ今先ほど言いましたこの文化財ボランティアの創設っていうのはね、やっぱりそれにもそういうのの関係がしてくるってことなんですね。そうですね、あのそのボランティアの始まる前に、赴任してからですね、あの2ヶ月後に、あの説明会やったんですね。展示説明会を毎月やったんですよ、毎月同じ方が見えるんですね本当に毎月見えて、なるほど、話聞いてくれるんですよ、まあ、これはいけるかなと思ったんで、やっぱりあの応援団がいたんですね。あ、なるほど、なるほど。でこれでちょっと募集をかけてみたんですが、70人来ましたね。あ、すごいね。でどうしたらいいか分かんないわけですよ、こんないっぱい来ても、ね、あんまり来すぎちゃってこっちもあの、ね、先輩方ですから、はい、何をやってもらおうか、草取りとかあるんですよ、そのボランティアの中に。草取りをしてもらうとかですね、資料の整理してもらう、整理っていうか本の整理とかね、はいはい、そんなボランティアつまんないだろうと、草取りをボランティアというのはどうかなと思って、でガイドみたいなことを考えてみたんですけどね、はいはい、大変でしたねやっぱりわからないんで本当にあ、そうか、どうやったらいいか、じゃあ試行錯誤みたいな、試行錯誤でした。あ、なるほど。やっぱり皆さんに教えてもらいました。あ、そうかそうか、ボランティアの皆さんに教えてもらいました。あ、じゃあどうすればいい、こうすればいいっていう形で、あ、なるほどね、ありました。でもあれですね、その、まあ、いろんな組織、まあ、これ作ったわけですけど、やっぱりその中でもやっぱ今おっしゃった草取りだとかなんとかだっていうのもそういうのはないんですか？ないですね。なかったですか？あ、なるほど、なるほど、やっぱり皆さん専門、私あの博物館の時もそういった、ね、知識を持ってる方、技術を持ってる方は知ってましたんで、やっぱり少しね、あの勉強してもらえば、あるいは、ね、いろんなことを知って、あ、なるほど、なるほど、あ、じゃあそういう人たちだけこう集めて、やっぱり、いや、そうじゃないんですよ、やっぱりいろんな方が集まりますから。あ、なるほど、私できないって言うんですよ、私お茶組ぐらいしかできないっておっしゃるので、はいはいはい、お茶やってもらったらやっぱり、ね、人が来ると勉強しなきゃいけない、やっぱりやっていただけるんですよね。あ、なるほど。やっぱり私たちと同じレベルまでなるんですよ。あ、そうですか。誰でもそうです、決してそんな、あのこの方あの方ってないんですね。あ、なるほど。どなたでもっていう感じでやっていただいたらやっぱりみんな勉強していただけるんですね。すごかったですね。なるほどですね、この後はあれですかね、そのこの夢空間にも関わってくるんですけど、博物館 の、 あの提唱をしたっていう形になるんですかね。そうですね、あのやはり先ほど申し上げた通り、町っていっぱいいいものがある、はい、それをねやはり今は全然皆さんおっしゃらないんでびっくりするんですよ。町路素晴らしいって皆さんおっしゃるんで、これは10年で変わったなというのはすごく感じますけれども、やっぱりあのこんなにいいものがあるんで、ちょっとした仕掛けなんでしょうね。なるほど。それをみんなにこう知ってもらって、人が来てもらう仕掛けっていうのはやっぱり何かちょっとしたことだろうなと、やっぱり応援団作っていくとかね、いろんな仕掛けがあるんだろう、そういったことっていうのはやっぱり考えましたけどね。なるほどね。まあ、今ここに、ね、松代丸ごと博物館って言ったよね、松代の公民館のあれでもって取材をさっきちょっと読んだんですけど嫌だなと思いつつですね、これもねちょっと公民館から借りてきましたいやいや出てくるもんですがさっき先ほどね本当にないって言ってたいや、あのね、お願いしてねちょっとあの借りてきあのコピーしてもらいましてね、はい、やっぱりこれも提唱されてるやつがねこれ載ってるので、はい、ただ頼まれて書いただけなんで、あ、そうですか提唱してないんですけど、ちょっとねあの恥ずかしいんで、あ、そうですかやっぱりあの、いろんな文化財があるんで、つなげていけば、ね、実は非常にコンパクトにまとめた地域なんですよ、全国から見ても、こんなにまとまってる地域ないんですよね。いやでもおっしゃる通り本当に松代ってあの、ね、大室古墳から始まって現代まで全て整ってるところでね、あるので、まあ、本当にやり方によってはやっぱり
そういうその先見の目があったないんですけど、そんなないですけどやっぱり皆さん感じたと思うんですけどね。なるほどね。その点加山さんどうですかね。そうですね、やっぱりこの私も当時ですね、会議所っていうのも市の方で中心になって、中心市街地活性化基本計画というのをですね作ってたんですよ、こうやってね、はい、でちょうどですねその最後のタイトルをみんなで作ろうよという時にですね、ちょうどタイミングよく今の新聞を見させていただいて、おこの構想は素晴らしいなと、でこれをいただいちゃおうということでですね、原田さんにご了解いただいたかどうかちょっと覚えてませんけども、いや真っ白は丸ごと博物館なんだ、でこれで活性化すればいいじゃないかと、いうふうにつながっていったんですね。だからもう本当に原田さんが救い主っていうか、救世主みたいな感じですけど、ね、で特に原田さんがおっしゃったように真っ白はそのコンパクトにすごくもう歴史が凝縮してるんだといったようなことはですね、あんまりこう我々の真田宝物館とかお城とかですね、文部学校とかいうのはあるのは分かったんですけど、もっともっと地域の中にそんなに歴史があるんだなってことは思ってなくて、で改めてですね、真っ白の素晴らしさっていうのをみんなで認識していこうよと、でそれで真っ白を元気にしていこうというようなことでですね、掲げたのが街並み整備とかですね、はい、4つありますかね、城下町らしい街並みを作ってこようというようなことと、それから歴史と文化を生かした観光商業を活発化させようと、あるいは来訪者をおもてなししていこうよとか、ね、おもてなしね、はい、でそれからまあ優しい人に優しい道づくりをしていこうというようなですね、この4つの基本構想に基づいて、この中心市街地活性化基本計画ができました。なるほど。で素晴らしい、ね、30事業が決定したんですけど、ね、ただ原さんも今おっしゃってましたけども、これ誰がやるのっていうものなんですね。結局は立派な本ができてですね、計画書できてもですね、市がやってくれるの、行政がやってくれるの、っていうようなことでお任せしたではですね、せっかくのいい計画もですね、絵に描いた後になってしまうというようなことでですね、なんとかやっぱりそれで自主的に作る、みんなでやっていくような取り組みができないかっていうことで、考えたのがその町づくりのグループを作ろうと、これですかね、はいはい、これ自民参加でもって、はい、町おこしをみんなでやろうよと、はい、いうような呼びかけをしていったんですね。なるほど、だから、それが平成の13年の6月ですかね。なるほどね。目標人数は何人ぐらい予定してました。一応の100名集めようということでですね、3ヶ月ほどで、一人一人声かけて、ちょうど100名、そうですか。で6月に発足させた。なるほどね。いうことなんですね。やはり先ほど原田さんのお話の中で、やっぱ非常に住民っていうか市民を、はい、信頼してですね、育てるというか、いうような意欲を持ってらっしゃる、原田さんだと思うんですけども、一人一人はものすごくみんな意欲を持ってるし力もあるんですね、でその力をうまく発揮できるような組織ができればですね、みんながもう活躍できるわけですからね、そんなような取り組みを したんですね。なるほどね、これがあれなんですね、夢空間の、はい、発足の一番初めですね、なるほどね、でそれでまずじゃあ何をやろうかという時に、はいはい、この原田さんに丸ごと博物館構想の、具体的なですね、提案をしてもらったというのがそのお庭拝見ですね。お庭拝見ですね、これですね、はい、そうですね、そちらですね、でここでですね、発足はしてみたけども、じゃあ具体的に何やるのっていうアイデアってのは私ども持ってなかったわけじゃないので、でみんなでグループでですね、集まった人たちでもってグループディスカッションをしてったわけです、はいはい、その時に原田さん真っ白にはお庭がたくさんあるんで、個人のお庭をオープンにするような取り組みはどうってなことを、提唱してくれたんですね。なるほど。それはお庭拝見っていうのになってくるんですね、でその時にちょっと原田さんの思いをちょっとね、そうですね、聞いてみれば、その当時はいかがでしたですか、そういうそのお庭拝見やった方がいいよって言った。先ほどお話あったように報告書が出てた、それ庭園都市っていう名前で、ずっと出てたわけですから、それはしてたもんですからね。なるほど。やっぱり全国に見て見てこれだけ庭のあるとこないんですよね。庭があって池があって、水路がしっかりしてないんですよね、城下町でも、やっ
ぱりこれはやっぱり、ね、市が主導するんじゃなくて、皆さんの手で大変でしたけどね、いろいろとね。やっぱりあれが楽しかったですね。本当にあの帰るのが夜中になって、うちになりそうでしたよね。あ、みんなお願いに行くって、あと治療を作ったり、あれが僕はすごく大事だったと。街づくりっていうのはやっぱりそういうステップがあると。あ、なるほど。できたものをただやるんじゃなくて、みんなで作っていくっていうのは。ただ一軒だけじゃないからね。そうですね。何十軒ってあるわけだからね。その中でやるっていうのはちょっと大変だわ。実は私提唱しただけで、皆さんが苦労されてる。本当に苦労されてる。申し訳ございません。とんでもない。やっぱり、そのお庭を一軒一軒発掘していくところから始めたんですね。本当にそんなどんなお庭があるのかなって言われて、まあ、それがいいかな。どうですか。はい。お庭がどんなのがあるのかなってことでですね、一軒一軒と訪ねてって、あの会員さんの知り合いを訪ねてってですね、あ、要は最初から調べた。調べてるんです。なるほど。どこにどんなお庭があるのか。はいはいはい。でやってみたらばね、あの大館長を中心にしながらですね、まあ、10軒のお庭を公開してくれることになったんですね。あ、なるほどね。でそれがね、びっくりしたのが、ね、この冊子のあれか。そうですね、この冊子になっていきます、ね。お庭、もう10年ね、毎年やるようになりました、恒例になりましたけど、すごいんですよ、このお庭を 見たいって言うんですね。あれ当時300人くらい来たですかね。すごい数来てみまして、びっくりしちゃったんですね。新米さんかなんかで大きく報道してくれたんで、わーっとあの大人数が訪ねてきて、まあ、とっても素晴らしいお庭だっていうんで。なるほど。でその時私はあの何を感じたかっていうと、あ、松代にはこんな素晴らしいお庭もあるし、でそれをあの訪ねてきてくださった方々が、松代ってこんないいとこなのっていうのを言ってくれたことですね。それはちょっとびっくりしました。あ、なるほどね。で一緒に歩いてね、あのこう路地を歩きながら、こんなに落ち着いた街並みで素晴らしいですねって言っていただいて、私はそこをあんまり歩いたことなかったんですよ、ね。あ、なるほど。あ、真っ白って外から見るとこんなに素晴らしいんだと、原田さんが言ってることがね、ようやく分かったって。あ、なるほど。まあ、そこからですね、あの当時あの真っ白はダメだダメだっていうふうにみんなが思ってた。特によくオブセイと比較されるんですけど、ありますね、オブセイはどんどん良くなるのに、真っ白はちょっとも良くならないみたいなね。そういう こうプレッシャーというよりも、何ていうかな、あの卑下してたっていうか、ダメだダメだっていう気持ちがね、うんと強かったような気がしますね。なるほどね。でそれがね、こういう取り組みをだん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 お庭拝見とかね、お庭拝見に続いてくるんだと、商家とか、ね、町並みをウォッチングしたりとかですね、あとはお寺さんですね、お寺さんを見たりとかね、こんなような取り組みをやっていく中で、だん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 、あ、真っ白ってこんなにすごいな、先ほど原さんおっしゃったような形で、こんなコンパクトなところにこんなにも歴史が凝縮してですね、あ、素晴らしい街なんだっていうふうに、あのみんながこう誇りに思うようになったっていうのはすごい大きな転換だったなっていうようなことでね、それは非常にこう原さんがこう投げかけてくれたテーマが良かったですね。なるほど。今度はその後はあのあれですね、平成13年この真田邸で4日間の、あの何ですかね、やりました、やりましたね、これもまた原田さん仕掛けしていただいたっていうあれですね。ちょっと今となってるんですけど、これはどうだったですか。面白かったですよ。そうです、電気つけたり、もう本当に手作りで、ああそうですか、真田邸の中にライトアップしてですね、もう電動でもって回してですね、ライトアップして、でそこでマンドリ演奏やって、ああなるほど、原田さんの話聞いたり、ああなるほど、とってもだな、楽しかったです。じゃあ皆さんもあれだね、楽しみながらやったっていう感じだね。まあ苦労はあったけれどもね。なるほどね。やっぱ楽しみながら街をこうなんていうか深く知っていくっていうのがとっても大事だなって、なるほどね。あんまり観光のためになんか街づくりやるっていうんじゃなくてですね、街の人たちが自分たちの街のことを本当に好きになるような、知ってく、だんだんこう知っていく中でですね、いい街に住んでるなと、それをまたあのね、誇りに思ってあの子供たちに伝えていこうと、でそれがまたあの口コミであの外に広がっていくみたいなね、じっくりしたあの、取り組みが必要かなと、そんな取り組みを、今夢空間としてやってきたんですね。なるほどね。まあ、これだと今信州松代丸ごと博物館構想の推進、まちづくり連続セミナーというのがありますよね、
これはどういうあれなんですかね。これも、ね、もあのやっぱり原田さんの方から、うん、提案かなんかあったんですか。やっぱり学習っていうか地域のことをよく知ってった方がいいよと、うんうん、ただイベントで終わってしまったんではやっぱり長続きしない。あ、なるほどなるほど、うん、歴史をしっかりと勉強しようよということで、うん、あの講師なんかもご紹介いただいて、うん、あ、なるほど、ごセミナーを開いたりというようなことでですね、うん、まあ、その辺の思いもまたね、原田さんから、うん、原田さんどんなあれでしょう、うん、これ、まあ、一応こういうその連続の講演っていうんですかね、そういうのやった、あのやっぱり研究者ってあの一般の人は知らないわけですよ、ね、やっぱりその研究者とあの皆さんとつなげるパイプ役になりたいなと思って、うん、やっぱりあの研究者が一番知ってるんですよね、良さっていうのを、うん、町の良さも村の良さも、うん、研究しっかりやってるんで、うん、そういった人たちとこうつなげていくと、うん、町づくりっていうのはまた違う方向に、うん、もっと良さが分かってくるっていうことが、うん、知っていただきたいってことはありました、ね、うん、まあ、だけど本当松代に住んでれば、まあ、私らもそうだけど普通に生活してれば全然感じないっていうかね、うん、他へ行って比べればああこうかなって、まあ、この昨日の何ですか成人式の人が帰ってきたらね、ちょっと女王も落ち着くよみたいな感じ、やっぱ都会とは全然違うイメージっていうのがあるじゃないですかね。だからそういった点はやっぱり多少違うかもしれませんね。やっぱり外にいると感じることってありますね、うん、あるいはやっぱり違う目で見る、うん、っていうことが大事だなと思います、ね、うん、だから本当あの真っ白にしてもまあ当たり前だと思うんだけども、やっぱり外へ出てみてあの感じてくる、そういうことも必要かもしれないですね。すごく感じる、うん、あの先ほど原田さんがこういろんな研究者と、ね、まちづくりをつなげるっていうことの中で、うん、おっしゃっていただいたんですけど、それは今の松代の町づくりにとってはとってもあの大事なあの取り組みです、うん、例えばあの町並みづくりと、あるいはあの、はい、歴史的な建造物を残そうと、うん、いったような取り組みをですね、うん、原田さんがちょうどあの神奈川大学の西和夫先生がですね、うん、松代調査をね、建物調査やってたんですけど、その時にあ今松代に来てるよみたいなことをおっしゃってたんで、ちょっとどっかで会えればいいねみたいなことを言ってくださって、はい、それでつながったっていうのがあって、まあ、その後 の真っ白登録有形文化財はもう、うん、あのその西先生と組んだことが一番大きかったですね、うん、あ、そうなんですか、うん、またあの伝統的な庭のね、うん、整備なんかも、うん、あの信州大学の、ね、佐々木、国広先生ともつながったし、うん、それからあの一番初めにこの、ね、銀色のサッシを作られたとまとめていただいた西村幸雄先生ともですね、その後ずっとこういろんな面でつながってですね、うん、いろんなアドバイスをいただいて、うん、今の町づくりの、うん、非常にこう大きなウェイトを占めてといったような形ですね、うん、大変ありがたかったかなと、うん、まあ、夢空間もね、あの、去年でしたね、あの町並み保存連盟に加盟したっていう、ね、はい、そうですね、これもあれですよね、これは西村幸雄先生が当時この銀色の冊子の中で言ってますね、町並み保存連盟なんかにも加盟しながら連携取ってやったもんじゃないか、それは10年目にして予約形だったということですけどでもこれね、いろいろ聞いてみるとやっぱり松代のことよくご存知な方がいるっていうので、まあたまにね理事の人なんか来てるんだなっていう、してるので、はい、あれですけれども、自分たちが思ってる以上に、そうですね、全国的には研究されてるっていうか、はい、研究者の中では非常に評価されてるんじゃないかなと思いますね、はい、じゃあいずれにしても夢空間とすれば、まあ今いろんなイベントをやってますけども、ね、これはまあ引き続きそのまま行くっていう形でいいですかね。わかりました、はい、あとじゃあ原田さんの方とすれば今古戦場の方でね、博物館の方でいますけども、またこっちへ来ればまた松代に関わりっていう形にはなるでしょうけども、今のところはどんな今あれですか、思いでちょっとやってられるですか、博物館の方では。あのやっぱり博物館っていう、まあ、一歩松代から離れたところなんですけど、やはり取り組みすごいですね。やはり町一体となって活動されてるってことが分かります、うん、あ、そうですか。やっぱり違います。そうですか県内のてか、まあ全国的なレベルで見ても非常に優れた活動をされているなと思いますし、ああそうですか。やっぱりあと、うん、なんですかね、うん、今度はニーズとか、うん、誰をターゲットにするかとか、うん、そういうことを絞り込んでいきながら、うん、あるいはこう情報的、今今回みたいにですね、情報をどう出していくかとかですね、うん、そういうところでやっていくとすごい
構活性化していくんじゃないですかね、うんうん、観光っていうとなんかね、あの、うん、ハード的なものばっかりは、あ、はいはい、おそらく求めてるのは違うんでしょうね、うん、そういうお買い物とか食べ物じゃなくて、うん、もっと違うものを今の人は求めてるような気がします、うんうん、ちょっとした仕掛けなんじゃないかな、うん、そこにやっぱり何をするかっていう、うん、誰をターゲットにするかとか、うん、そういったことを考えながら、うん、ちょっとやっぱり人が来ると、私も博物館にいて、うん、1日1人とかっていう入館者だと泣きますよねやっぱりね、いっぱい来て見てもらうのが嬉しいんで、うん、はい、それやっぱりあれですよね、町の方々もそうなんじゃないかなと思いますんで、ね、はい、そんなところを、ね、考え感じてますけど、はい、はい、ありがとうございました、まあ、ちょうど時間になりましたので、はい、夢空間、10周年過ぎましたので、一応加山さんと、原田さんに、お伺いいたしました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。失敗しちゃったね来週のしゃべくる街、はい、三田さん、はい、パーソナリティ、はい、私またやらさせてもらいますね。大変ですね、小倉さんですありがとうございます。ゲストは変わるでしょ。ゲストは変わります、ね、こちらの方じゃないですよね。来週はね、はい、16日はね、長野修英高校さん、はい、あの共同、研究班のね、方をお呼びしまして、でやっぱりあの真っ白大本営のあれでね、お話でね、あのこういうその今回、中部の未来創造大賞っていうのでね、中日新聞賞を受賞しました、はい、でそれのお話と、あとまあそのもう一つですね、 Q&A の、 あの雑誌は前に出したんですけど、その他に今度新しいね、あのまた雑誌、またハッタのおばあちゃんですとかね、なんかあのね、この間取材していただいたやつでね、いただきました、はい、素晴らしい、そのお話もまたちょっとさせていただければという形で、はい、もう本当にね、はい、大本で言うとね、はい、もうこの修英高校の皆さん、はい、もう一番だもんね。そうです、一番有名ですからね、はい、はい、そうですか、はい、じゃあまた来週も楽しいお話が聞けると。皆さんしつこいようだけど、はい、毎週毎週パーソナリティご苦労さんです。はい、ありがとうございます。ということで、来週も皆さんがパーソナリティを務めます、はい、それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。よろしくお願いします。松代あなたの街、しゃべくり祭り、また見てね。